はい、川沿いの桜ですね。これキリがないですね。松陽高校の方までずっと続いてますからね。何か4月の何日かには祭りが行われるみたいなことだからね。土手でそういう風になんかしてる人もおるけどね。とにかくこれずっと向こうの方まで続いてまして、やっぱり対岸よりもこっちの方が綺麗かな。ずっとね車でぐーっとしたいんですけどね、人が容疑歩いてると危ないからね。ちょっと歩いただけの短距離ですけどね、申し訳ないけど、あそこは松陽北の交差点になります。まあ、ずっと南に松陽高校の方まで行けると思うんですけどね。ここは何自治会の、東の町かな、東の町の自治会ね。はい、せっかくですから、新幹線の高架の下あたりぐらいまで歩いていきますわ。ね、ガーッとね、すごいよ。もう先具合がね、今日は子供の話でね、まあ、散策道にもなってほしい。車もそんなあれでしょう、これはポツコみたいな跡とかあるからね、注意せなあかんね、これ。周り見ても結構ね、これ歴史ある桜やね。これよう頑張って生きてんね。桜も最近弱いからね、すぐ枯れたりするけど、ほらは元気です。やっぱりここ人気のスポットやから、散策する人やらね、そういう人が多いです。もう知る大概の人はみんなここの桜通り抜けっていうの、車で通り抜けても綺麗からね。まして住み来てはる人も、まあ、このメインの桜のスポットですね。そういう感じなんですけども、ちょっとね、車で全部走れたらいいねんけど、そういうわけにはいかないので、まあ、2号線のあの辺ぐらいまでずっと空いとるのかな。松陽高校のここら辺からずっと、まあ、松陽高校の向こうにもあるかもしれないです。ちょっともうそこまでね、めでてないんですけどね。え、まあ、ここ走るだけでもね、浜国からずっと、浜国から浜国と2号線の間、とにかくね、ここは新幹線の高架なんですけど、これからもまだずっと向こうの方見えますか、続いてるんですよね、これ。で、あっちこっちでみんなお弁当、ガスの場でお弁当広げたりしとくからね。排気ガス大丈夫なんやろかいう、ちょっとこっち心配なんだけどね。え、まあそんな感じです。まだね、車でこの辺は交通量が多いんでね、あんまりキョロキョロしとったら事故に遭いそうなんで、それぞれそれに気をつけてまたね、よろしくお願いしたいと思います。はい、ではさようなら。